すする TV。 ずるずる。すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年ラストの中本はこちらです。ドン。 JR 高田馬場駅から徒歩2分くらいのところにあります蒙古タンメン中本高田馬場店さんにお邪魔してます。なんやかんやで動画でも3回目の訪問となる馬場店ですね。駅前ではあるものの地下なのでちょっと分かりづらいんですけど、安定した人気を誇るお店ということで早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、蒙古タンメン中本高田馬場店さん、食券制です。本日までの限定メニューですが、今回は焦がし味噌ラーメンをプッシュ。そして中本でも数店舗でしかやっていないというとろけるチーズトッピングもプッシュしました。中本のホームページを見ると限定メニューの正確な情報を得られるということをお伝えして待ってるだ。こちらが蒙古タンメン中本高田馬場店さんの限定焦がし味噌ラーメン、とろけるチーズトッピングです。うひょー。黒いマー油からは香ばしい匂いが、とろけるチーズも炙られていて、こちらからも香ばしい匂いだぞってことで、いただきます。まずはスープを一口飲んでみると、やっほーい。最初にほんのり甘みが来た後に濃厚なコクのある旨味、そして後引く辛さがすごい。そこに焦がしの成分であるビターな苦味も加わり、甘み、旨味、辛み、苦味が混然一体となり、年末の総決算にふさわしい味です。では次に早速麺を引っ張り上げて、よっしゃ、すするー。まへん。風味豊かな安定の中本麺は濃厚なスープともよく絡んで空腹に突き刺さる。そしてここでニンニクの風味も絶妙に効いてきて、しっかり中本味ではありますが別格の雰囲気も感じられるから驚きです。とは言いつつもやはり辛いは辛い。固ゆでラブなスライス卵でひとときの癒しを得たら、上にかかったとろけるチーズを大量に絡めてすすってみましょう。うめい。やはりチーズは偉大で、コクのあるチーズ独特の風味は焦がしラーメンスープにうまく寄り添い、ただただうまいわーい。この時点ですでに麺が残り少なくなっていて、もっと早めにチーズを絡ませておけばよかったなと少し後悔しているくらいです。てな感じで残りの野菜やバラ肉もバクバク食らいまくって、何度も汗を拭いたりしながらも大満足で、本日も完食です。大変美味しくすれました。1月にもまた焦がし味噌ラーメンをやるとのことなので、ぜひ中本のホームページをチェックしてみてください。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、中本さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。焦がし味噌ラーメンということで、どういうものなのかすごく気になったんですけど、普通のラーメンと大きく違うのはやはり上にマー油がかかっていたところですね。マー油の香ばしい風味とラーメンの濃厚なスープ、この2つが合わさるとほんのりビターな風味もありつつ甘みもあって、さらにその後に辛さが来るといった感じで、とにかくこういろんな味がする、味覚を刺激するような、そんなうまさでしたね。麺はいつもの中本の麺よりも気持ち細いような気がしたんですけど、もしかしたらただの気のせいだったかもしれないです。気持ちいつもよりすごい早くすすれた気がしましたね。そしてとろけるチーズはもちろん相性抜群で、辛いものとチーズっていうのは結構すごいいい組み合わせなので、今度はもっと辛さ強めの北極ラーメンととろけるチーズとか、そういう組み合わせもちょっと試してみたいですね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、蒙古タンメン中本高田馬場店さん、ラーメンに恋焦がれるわ、うまかった。それではするの公式キャッチフレーズ、蒙古タンメン中本高田馬場店さん、焦がし味噌に恋焦がし…ごめんね、ごめんなさい。それではするの…おば